を見るときは部屋を明るくして画面から十分離れてみましょう。楽しい幼稚園と友達を呼んでくれているみんなに、私たちセーラー戦士からのスペシャルな贈り物、ミュージカル美少女戦士セーラームーンスペシャルビデオ、歌と名場面がいっぱい。今回みんなにお届けしちゃうのは、今までに行われた公演やイベントの模様だよ。楽しく歌える歌が多いので、ぜひ一緒に歌ってね。まずみんなに聴いてもらう歌は、アニメセーラームーンよりムーンライト。嵐を起こせ、嵐を起こせ、クマを呼べ。
機関長を減らせよ。シャグリーンサンダー、ここは近づけよ。それに前なんだから味方じゃなかったらどうすんの。ファイヤーゴー、サンダークレセントビームーンスカイダイハーン。やめろ、こいつをこれ以上興奮させるな。ふざけおってタキシード仮面様がいっぱいいるわよ。本当、誰が本物かわかんないよ。一流の会話。ちょっと誰が本物のタキシード仮面様なの。誰が本物かわからないだろう。あなたはおたどってわかるわよ。そんなバカだね。わかるって。あんた教えてわかる。この時を待って私たちの仲間外部太陽系セーラー戦士も登場。時の森人、沈黙の戦士、ダークドームクロース、侵略者、無理かえれ。愚か者、あ、必殺技が跳ね返されてしまった。このままだと二人が危ない。死をかけたのに残念でしたね。けどこんな時に頼りになる二人、ウラヌスとネプチューンが登場。貴様、タリスマン赤いミラー、タリスマンスペースソー、またまたセーラー戦士と悪者の戦いよ。セーラー戦士よ、これはほんのお遊びだ。お前たちの力この身で試してやる。望むところよ。ほんのお遊びだとさ、お遊びで倒してやる。何度やっても結果は同じだ。良い子のみんな、私たちが負けないように応援してね。でも負けないわよ。このままだと危ない。セーラー戦士が負けちゃうよ。こんな時やっぱり頼れるのはこの人だよね。セーラームーン、戦いをやめさせる。ちゃんたら意地悪して。ここではみんなにセーラー戦士たちの決め台詞と必殺技を教えちゃいますね。
しいけど頑張って覚えてみてね。続いてはセーラー戦士たちのテーマ曲だよ。Oh no!
な呪文なんて自分の力を引き出せるなら何でもいいのね。おい、そうさ。クッキー、あんみつ、まんじゅう、アイスクリーム、モンブラン。好きなものだけじゃな。人参、人間、ごぼう、アスパラ、歯医者さん。やったー、ふざけちゃう。忘れてた、ふざけた呪文は自分に跳ね返るんだ。さあ変身しなさい。この銀髄章でコッパみじんにしてやる。なりません。お前はあなた、プリンセスレイに。なんでこの星に。あなたはその銀髄章を使うことはできません。なんだと。シルバークリスタルは選ばれた者にしかそのパワーを発揮することはできません。争いを呼ぶ銀髄章が我らに使えるはずがない。銀髄章が戦いを呼ぶクリスタルか、その身で確かめたはず。夜迷い事を。今すぐこの銀髄章で小娘どもを抹殺してやる。銀髄章は銀髄章を呼びます。しかし同時に存在することはできません。私も21世紀に存在することはできない。さあ地球に戻ってセーラームーンを守るのです。ウサギちゃんどうしちゃったの。これでみんなと和解なんてやだよ。こんなとこで泣いてないで。本当だぞ、良い子のみんなに笑われちゃうぞ。はーい、私たちセーラー戦士はこれからも頑張っていきますので、いつまでもいっぱいいっぱい応援してくださいね。応援してくれないと好きに変わってあしゃきよ。